コラソン・アキノが不正選挙に放棄した民衆の力によってマルコス亡命後の大統領に就任した。エドサ革命とは1986年2月22日のフィリピン軍改革派将校のクーデター決起から25日のアキノ政権樹立に至るまでフィリピンで発生した革命である。エドサはマニラ首都圏にあるアギナルド空軍基地が面するエピファニオで ロスサントソー通りのことを指す。この革命では、マルコス政権に抗議する100万の群衆が、エドサ通りに集まった。エドサ通りは少なくとも3回、革命や大規模な抗議活動、デモの舞台となっており、いつ起こったものか判別できないので、エドサ革命という名称は、最近はあまり使われない。フィリピン2月革命、フィリピン市民革命、2月政変とも呼ばれることもあるが、 フィリピンでは、ピープルパワー革命、単に、ピープルパワーという愛称で呼ばれることが、最も多い。また、シンボルカラーであった黄色から、黄色革命とも呼ばれる。シアト会議における、マルコス大統領1965年に、大統領に就任したフェルディナンド・マルコスは、ベトナム戦争へのフィリピン軍の派遣を行うほか、東南アジア条約機構において、 中心的な役割を果たすなどなど、冷戦下において、反共産主義の姿勢を強く掲げ、アメリカや日本、韓国や、南ベトナムなどの西側諸国との関係を強化する、傍ら、国内産業の工業化と、西側自由世界の貿易自由化を推進し、フィリピン経済の安定化に貢献した。このような実績が評価されたこともあり、1969年に、 行われた選挙で再選を勝ち取った。しかし、マルコス政権は、その後独裁の様相を強め、1972年9月21日には、布告ナンバーワン081によって、フィリピン全土に戒厳令を布告した。この戒厳令により憲法は停止され、1973年には、戒厳令の布告中に、大統領職と首相職を兼任することを認める。 議員内閣制の新憲法を制定、さらに1976年には暫定議会選挙まで両職を兼任できるように憲法改正を行う。このようなマルコス大統領による独裁支配に反対する野党勢力の中心人物のベニグノアキノラの有力者は次々に拘束され、その多くはアメリカなどの海外への亡命を余儀なくされた。亡命先のアメリカで ハンマルコス活動を続けていたベニングの秋野は、その後大統領選挙への立候補を行うために、フィリピンへの帰国を決断し、帰国した場合、命の保証はできないとマルコス大統領から警告を受けていたにもかかわらず、1983年8月21日に、亡命先のアメリカから、中華民国の中西国際空港経由で帰国した。しかし、 マニラ国際空港に搭乗機が到着し、警護役のフィリピン軍兵士に機内から連行されボーディングブリッジ脇の階段を降りた直後に射殺された。この暗殺事件は世界的にマルコス大統領に対しての非難を呼ぶとともに国内においてくすぶっていたハンマルコスの機運を爆発させることになった。実際にそれまで散発的な行動でしかなかったハンマルコス運動が 一夜にして、フィリピン全土を覆うようになり、マルコス大統領の独裁体制のみならず、イメルダ夫人の豪勢な生活スタイルや、一族による汚職にまで非難が集中するようになった。秋の暗殺事件では、多くのフィリピン国民が、マルコス大統領自身が直接関与していないにせよ、隠蔽工作には関わっていると考えていた。1985年に暗殺事件の容疑者として、起訴された。 国軍参謀総長のファビアン・ベール大将らの無罪判決は裁判の公正性への疑問とともにこの考えをより強くさせるものだった。マルコス大統領とイメルダ夫人、中央はアメリカのレーガン大統領ハン・マルコスでもの頻発に象徴されるフィリピン全土に波及し始めた正常不安はアメリカ合衆国や日本などの友好国の注目を引き、 世界からの観光客減少や外資による投資を敬遠させた。翌年には経済のマイナス成長が始まり、フィリピン共和国政府の振興策も効果がなかった。失業率は1972年の6.30%から1985年には12.55%まで増大した。さらに、マルコス大統領自身も人造疾患のために政務に支障が生じ、 閣議に欠席する日が続く。この頃にはイメルダ夫人が政務を取り仕切るようになり、取り巻きたちはパターン原子力発電所建設に象徴される意図的にずさんなプロジェクトなどで汚職を繰り返し、これに対する国民の不満は爆発し、フィリピン国内でハンマルコスデモと警官隊の衝突が相次ぐようになった。フィリピン全土が内乱状態に陥るような事態は、フィリピンに アメリカ軍基地を持ち、冷戦下における軍事上の拠点としても重要視していたアメリカが州国連邦政府としては絶対に避けたいものだった。ロナルド・レーガン大統領もマルコス大統領に対し、ベニグの秋ノジュニア暗殺事件に対する責任があると言って非難を強めるようになった。このような状況下で秋ノの暗殺後にその意思を継ぐことになった妻のコラソン秋ノが ハン・反マルコス派のシンボル的な存在としてにわかに注目の人となる。コラソン秋のこのような状況下に置かれた、マルコス大統領は国民の不満を解消することや国際社会からの非難を交わすことを目的に、まだ任期が残っていたにもかかわらず、1986年初頭に大統領選挙を行うことを発表した。そこに立候補したコリーは徹底してハン・反マルコスキャンペーンを行い、 フィリピン全土を回って、支持を訴え国民の大多数の支持を訴えた。大統領選挙中、マルコス支持派は、マルコス・パリンと対抗する秋の派は、タマナ、ソブラナと応酬を繰り返した。1986年2月7日に投票が行われ、開票の結果、民間の選挙監視団体、自由選挙のための全国運動や公式な投票率改靭だが、 最終得点は秋野が約80万票差で勝利したと示したものの、マルコス大統領の影響下にあった中央選挙管理委員会の公式記録は、マルコスが160万票の差で勝利したと発表した。マルコスによる明らさまな開票捜査は、野党連合のみならず、フィリピンに大きな影響力を持つカトリック教会やアメリカ合衆国連邦政府からも非難を浴び、 コリーと支持者たちは明らかな不正選挙が行われたとしてこれを受け入れず抗議を行った。多くの国民が貧富の差を超えて同調し人々は右手親指と人差し指で L の指文字を掲げ戦うぞとアピールした。フィリピン国内各地ではコリーのシンボルカラーであった黄色のシャツを着た人々によるハンマルコスデモが沸き起こりマニラでは100万人が エドサオ通りを埋めた。2月22日には、選挙結果に反対するフアンポンセエンリレ国防省やフィデルラモス参謀長らが決起し、マルコスをもう大統領とは認めないと表明し、国防省のあるキャンプアギナルドに牢上するなど、マルコス体制を支えてきた軍の高官たち、冷戦下において反共主義を取り続けてきた、マルコスの事実上の貢献人的存在であった。 アメリカ政府もこの時点において完全にマルコスを見放した。2月25日にコリーが大統領就任宣誓を行い、多くのマニラ市民によってマラカニアン宮殿を包囲されたマルコス夫妻はアメリカ軍のヘリコプターで脱出した。その後マルコス夫妻とその一族はクラーク空軍基地からアメリカ空軍機でハワイ州に向かい、そのまま亡命し、 ここに20年以上にわたるマルコスによる独裁は終焉を迎えた。革命を支援すべく放送されたラジオの録音音声や原稿などが世界の記憶に登録されている。非武装の市民が民主化を求めでも集会、座り込みを行った。この革命は大韓民国、ビルマ、中華人民共和国、東欧諸国、ソビエトの民主化要求運動へとつながり、 最終的には、ベルリンの壁崩壊や東西ドイツ統一と、ソ連邦の解体をもたらし東西冷戦終結を導いた。秋の元日大統領が死去ピープルパワー革命の中心ウェイバックマシン、エリア・スタディーズ2009、P173、ラジオブロードキャスト・オブ・ザ・フィリピン・ピープル、パワーレボリューションにユネスコ。ありがとうございます。